どうもシャチアンドルカです。今日は毎日バレ2日目ですね。やっていきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。では縄張りバトルやっていきたいと思います。まあ最初に話すべきことはフェスの結果ですね。勇気陣営負けてしまいました。僕は勇気だったので少し悲しいです。今まで全勝してたんですよ。全勝してたのに負けるって連勝してたから負けたのちょっと悔しいです。本当に結構負けると悔しいんですね。なんかもう負けを初めて知ったみたいな、負けを教えてくれて ありがとうみたいな、そんな気持ちですね。でも本当に悔しいですね。スーパーサザエが21個3個少ないんだっけ。それがちょっと悲しい。最近スーパーサザエ必要ないんですけどね。もうギアも決まりきっちゃってるから、やべ抜かれちゃった。決まりきっちゃってるからねだからねスーパーサザエあんま必要ないんですけど、でもあるに越したことないじゃないですか。だからちょっと悲しい。よし、まあでも今回の試合も勝っていきたいかなと思ってます。でもねちょっとね最近ね抜かれた。クーゲルがねやっぱ多すぎるなと思うんですよ。バレで使いなさいって、バレで使おうぜって。もう昨日の動画でも言いましたけどクーゲルが多い。今日もクーゲルに苦しめられたっていう。まあね、昨日のねコメントの動画のねコメントにね、近すぎすぎず遠ざかりすぎずっていうねアドバイスくれたので、それをやってくるとねやっぱタイミング勝てる時もありましたね。今まではねもう射程でご利用されて負けてたんですけど、アドバイスのおかげで、やべ、アドバイスのおかげで対面勝てるようになってきました。ありがとうございます、アドバイスしてくれた人。まあね、あと今回の試合もねチャージャーに苦しめられてますわ。バレルはねチャージャーにめっぽう弱いです。めっぽう弱いんですね。バレルチャージャーに対してだからね、チャージャーから逃げて逃げて戦っていく。ここ真下でこう戦っていく。隙を見せたら変わるっていうな、こう隙を見せたら買う。それがねバレルのね特徴ですね。で最後縄張りランで乗りましょうっていう。ポップスナー強いですよ。あー、ジムワイパー、ジムワイパー強いよね。わかりますわ、ジムワイパー強い。だからこそ弱体化したし、やっぱね立体とねジムワイパーはね弱体化来ない理由がわかんない。よし、で昨日はね遅刻したんすね。昨日遅刻しました。寝坊したんすよ昨日昨日寝坊したんすよ。よし、もう今日はね遅刻しないようにね頑張りますわ。あーし、やーち、よし勝ちましたね。まあでも全然話す内容とかないから全然トーク力とはないんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、また明日。イェイイェイイェイ。